トレーガー塩基は構造中の二つの立体中心共同窒素原子の存在のためキラリティを示す有機化合物の一種である。本化合物は1887年にユリウス・トレーガーによって酸性溶液中のピート類人及びホルムアルデヒドから初めて合成された。分子構造の解明は1935年までかかった。トレーガー塩基は オルムアルデヒドの代替物としてダムソ及び塩酸、あるいはヘキサメチレンテトラミを用いて調整することもできる。この反応におけるメチレン共有体としてのダムソを用いた反応機構はプメラー転移のものと類似している。ダムソと塩酸の相互作用により、旧電子負荷反応によって方向属アミンと反応する旧電子的なスルフェニウムイオンが得られる。 CH2S が脱離し、得られた移民が二つ目のアミンと反応する。二つ目のアミンに対するスルフェニウムイオンの負荷及び、脱離が繰り返され、移民はじめが分子内方向属球、電子置換反応により反応する。三度目の移民の生成が繰り返され、反応はもう一方の方向間との球、電子置換反応により終了する。二関性骨格によって、 分子中の方向感が固く固定された廃ザに近接しているため、トレーガー塩基は分子ピンセットと考えることができる。メチル元がピリジンアミド元によって置換されたとき、トレーガー塩基と脂肪属ジカルボン酸との間で、ホストマイナスゲスト相互作用が起こる。空洞の寸法はスベリン酸の包摂には最適であるが、 より調査のセバシンさんあるいはより短いアジピンさんとは、相互作用があまり好ましくないことが明らかにされている。トレーガー延期の2つのエナンチオマー、エナンチオマー及びエナンチオマートレーガーによる1887年の初の合成の後、本化合物の構造は不明であった。トレーガーは、この新規化合物の構造を解明できなかったため、ヨハネス・ウィスリゼヌスは、 トレーガーの学位論文に平凡な成績をつけた。いくつかの論文が本化合物の推定構造を提唱したが、1935年に本化合物の正しい構造が解明されるまでには48年がかかった。後年にトレーガー延期の構造は分子中で炭素だけでなく窒素もキラル中心を形成することができることを実証するために用いられた。 窒素反転は通常エナンチョーマー間の早い平行を生じるが、ハザヒ歪みによってこれを止めることができる。トレーが塩基においては、この反転側はもはや不可能であり、窒素原子がキラル中心となる。エナンチョーマーの分離は1944年にウラジミールプレローグによって初めて行われた。固定賞としてキラル化合物を用いた、 カラムクロマトグラフの使用は比較的新しい方法であったが、この成功の後は標準的な手法となった。ありがとうございます。